主なのか主語じゃないのかって言ったらどっちですか。主語じゃないですね。じゃあ普通に考えたらこの後に主語 SV って来たいところなんですけど、今回はなぜか来ない。なんでかというと、これなんですか。これ否定語ですね。否定語のついたものが前に出てるのがあって、なんかやりましょう。否定語が前に出たら、その後ろってどうなりましたか。否定についたら、私側は普通に主語動詞言ってくるんじゃなくて、動詞主語。統治が起こるっていうふうに聞こえたんですけど、統治っていうのは疑問文の語順でってことです。Do you みたいな、Did he みたいな感じで、普通の文だと Do とか Did とか使わないんですよ。疑問文にするっていうふうに考えます。でもハテナつけないんですよ。で考えると主語 SV って主語をいきなり置けないんですよ。 Do you みたいにしてみて、今回は助動詞があるんでどうしようかなっていうことになる。で次に来るものは何ですか。キャンバスですね。その後は主語主語はまたそうです、主語ですね。リーそうですね。そうです。これは文頭に否定語がついたものが来た場合に疑問文の文になるよということで、キャンが普通にキャンビーみたいな文字で書いちゃった。